ははいどうもダークネスローズです、はいえー、っとこんばんばと、はい、ちょっと今日はあのー、趣を変えてというかちょっとこれちょっと最初にちょっとなんだろう、あのー、言っとかなきゃいけないんだけどーっとカラフルマジックっていう今その VTuber まあ今ちょっと AVTuber の方にあのー 比重を寄せてるっぽいんだけど AVTuber ーー専属事務所みたいな感じになってるらしいんだけどその,再その再始動した時にね。なんやけどこれちょっとあらかじめ言っとくんやけど俺この「カラフルマジック」の「カラマジの」のあの騒動についてその、まあ、今のことは知ってるんだけどその前にねそそのその優勝無償の件で言ったら「無償で何そのお金を払わないと。その その所属する部位というかまあ部位になりたい人を募集してたんやけどその募集した人たちに金を払わないというか 2D モデルとかそういうのに対してなんかその援助というかそういうのをしないと自分でやれみたいな感じでやって てたらしくて、まあそういうずさんな部分が指摘されたらしいんだけど、俺これの詳しい部分はちょっと分かってなくて、その今今喋ったぐらいの触りの部分しかちょっと分かってないんで、その微妙に違う部分が多々あると思うよね。だからそこについてはあまり触れないでおきます。まあ、ただそういうずさんなことがあって、その炎上して、でそれからまあその勉強不足でしたっていうことで、そのか,かそのなんだ。ろう カラマジのその人も V の人なんかながそのちょっと勉強不足だったんでみたいなちょっとまた改めてやりますみたいな感じだったらしいよね。でそこではそれで終わってたんだけどそれがなんか数日前かなにその再始動しててそのアカウントが空マジのアカウントがね。なんやけど こ,れこの話をする時にちょっと軽くツイッターで調べたんやけどそのアカウントまあ言ったらカラマジのアカウント今のねを所有してる人が以前その持ってた人と違う人なんだっていうことがその明らかになったよね。言ったらカラマジのアカウントは他の人に譲渡しましたみたいな DM が出回ってるんやねそのご本人の。その元々からまじを その運営というか指導していた人がそのもうアカウント譲渡しちゃったんでみたいな話だったらしいよね。まあこれは他の話題でその話が出たみたいなんだけど、うん、だからまあ何せよその,その人がもう持ってないとその譲渡された誰かがまあもしくは誰かの誰かそのまたまた貸しというかその譲渡に譲渡を重ねてるかもしれないからその人が持ってるかどうかももう分からないけどとりあえず別人が。 今のアカウントを操ってるよね言ったら多分その譲渡した理由っていうのをちょっと俺もよくまだそこまで調べてないんだけど調べてないっていうか出回ってないのかなその情報が。分かんないけどまあとりあえずその運営を諦めると言ったも自分は勉強不足そのもともと空交じをね創設した人がそのまあ勉強不足すぎてずさんすぎて叩かれまくったしまあこのままじゃあその参加してくれる人を。 に、なに迷惑をかけることにもなるしっていうことで、活動を休止します。即休止したんよね。で、その時に、多分誰かが近づいてきたよね。なんかそういう。でも、こう炎上して注目されてるから、もしうまいことやれば。その、自分たちの、その。計画というか、金儲けの。まあ、手段として使えるんじゃない。このアカウントを使えるんじゃないかって思った。誰かに、まあ、譲渡した。まあ。その。 売っったたたののかかだで渡したのかちょっと分かんないけど、まあ、譲渡したみたいな形なんよね、うん、でその譲渡された相手が今の AVTuber としての絡まじ、まあ、第2期の絡まじをそのスタートさせますっていうふうにおっしゃってるわけよでそのー v t u b e a v t u b e r って俺何度か語らせてもらってる通り AVTuber ってすでにいるんよねなんだけどそのこれこのサムネの画像にも書いてある通り その業界初ってて書いてあるよねでこれ何が業界初なのかっていうのがちょっと話題になっててそ,のそもそも AVTuber だったら業界初じゃないやんっていう話だよねまず1つ目ただそのじゃあこの,この文言を読んだ時に「セックスしちゃう VTuber 誰も踏み入れなかった領域へ」って書いてあるよね。じゃあこのガチでやってるシーンというか、まあ、もちろん映像は流せないけどその音声 とかちょっとそのまあ会えとかねそういうちょっとセンシティブなエロい感じの音声を流すのかっていうのも普通にさその健康器具を入れたりとかさあのなんだろう吸うやつを使ったりとかさおもちゃを使ったりとかさして配信してる人山ほどいるよねそもそも。だからそのエロ系もいっぱいいるしじゃあその,せっそのガチでやってるのはどうなのかっていう話なんだけどこれに関して言ったらその。 風俗業界とかでなんかそこの店がやってる部位とかが多分いるんよね確か俺もちょっと名前忘れちゃったんだけどバなんかバーチャル風俗場みたいなのがいてその人がなんかそんな風なことしてたような気がするんよねななんかそんなことしてるよっていうのをツイッターで見た気がするんよね俺もちょっと詳しく分かんないんだけどだからそっちの目線で言っても業界初ではないと、うん、でこれで本当に業界初だとするなら これ俺ツイッターでも誰かにリプレイ言ったんだけどその例えば YouTube 以外の媒体でまあそのポルノハブでもえと X ビデオでも何でもいいんだけどその手の,そのエロ系の FC2 とかでもいいよねそういうところでその動画をアップしてそのもうガチでやってるシーンをアップするのかでもガチでやってるシーンをアップするんだったらそもそもそれ実写になっちゃうから。 ね、実写になっちゃうとガチでやってるだからその辺がどうななななのかかっっってててんか微妙だよなって思ってそのあとその超美麗配信って言ってその生身の本人というか中身というかその中の人がその、まあ、顔とかは隠してたりするけど中の人が出てくることなんてよくあるよね特にそのエロ系の VTuber の人とかだと手,手が出てきたりとかその顔だけ隠して出てきたりとかなんてザラにあるし。しあの 三ちゃんとかねあと,あと俺がよくあの語らせてもらってる指導奈々様とかその辺の人たちも普通にさ出てきて、まあ、イマジナリイマジナリなんちゃらとか言ってるけどそ出てきたりしてるやんかだからそのそれも別に業界初でもないしまあ 初じゃなないいいにししししてててもも業界とと珍珍のかって言うと珍しくもないんよねだから今挙げた全てが珍しくないんよ。まあガチで本番をやるとか AVAV AV というかそうやな YouTube を主戦場にしないっていうまあニコニコも違うよ。あの例えば X ビデオとか FC2 とかああいうまあポルノハブとかその辺のエロ系の配信サイト配信サイトっていうか動画配信サービスをその主戦場にして。 そのの活動をするのかっていう、うん、そっちを活動の拠点にするっていうんだったらそのまあ初かどうかは分からんけどまあ珍しくはあると思う正直初ではないかもしれんもしかしたらもうすでにいるかもしれないけどただまあ珍しいのは珍しいと思ういくらちょっとエロ系でもそこまで振り切れたやつはあんまりいないから実際結局 YouTube で活動してる人い、ね だからその辺はちょっと分かんないんだけどとりあえず業界初の要素があんまりないよね。うん、で結局前と同じように募集はしてるんだけど今回は無償じゃなくて優勝で募集しますとまあ多分その 2D モデルとかの作成とかあとまあそのもちろんその給料的なことなのかまあギャラねまあ報酬といった方がいいんかな。 とかさまあそういうものをちゃんと払うよって払うんで一緒にやりましょうねって募集をしてるよねその AV チューバーというか、うん、これどうなんだろうねまあもちろん AV チューバーっていうぐらいだから女の子なんだろうけどでもエロ系でも男がいてもいいよねって思うよねワンチャンそういうなんかうんなんかエロ面みたいなやつがさいてもワンチャンありなんかなと思ったりするんやけど まあそれはそれとしてまあそれがいてもいいってまあ実際いるしね <laughs> いないことはないんだけどまあ何にしてもまあそういう募集をしてるよねでその業界初っていうのが嘘なのとあとこの画像このサムネで使ってるこの画像なんだけど確かファンザなんかで拾ってきた画像だっていう噂があるんよねまあこれもよく分かんないんだけどまあなんか証拠の画像みたいなの張り出されてたんでまあガチっぽいよね拾いがというかパクリというか。 っていう感じらしくてだからまあその初めからちょっとアコギなことをやりやりすぎてるよね多少は仕方ないんだけどねまあこういうことをし始めるやつってまあたいちょっとなんだろうその見えにくいようにちょっと汚いことをまあ手段を選ばずやってるっていうのはまあよくあることなんだけどちょっと汚すぎるというかしかも。 その汚すぎるって言ってもさ例えば本当に小規模なその VTuber の事務所を作りますって言うんだったらまだしも「金まじ」に関しては前の炎上でめちゃくちゃ有名になっちゃってるからその名前をそのまま使ってやるんだとしたらその注目されるのは当たり前だしまあ注目されるためにやったんだろうその赤を譲渡してもらったんだろうけどその,その注目が悪い方に出てるよねって明らかに。その 注目されてる時にそこまでそのネガキャンって自分でネガキャンしてっちゃってるよね悪いことをしすぎちゃっててその注目されてる時ってみんなしかもその悪い意味で注目されてるからそもそもね炎上症法的な感じでだからその結局みんな荒探ししてくるからそ,のそういう なんか普通だったらバレないレベルの悪いことでさえすぐバレてしまうんよそんだけ見られちゃうからいろんなとこくまなく見るような変態野郎たちもいるわけで。ってなってきたらそのここまで目に見えるアコぎなことをしたらそれはバレるよねバレるしその、まあ、バレるバレないよりもその明らかにそれが注目されてるから公に表沙汰になってまたこいつらずさんなことやってるぞってなっちゃうやんか。 それが例えばその健全なアイドル路線からそのエロ系の AV チューバー路線に切り替えようがそれはなんか方向性が違うだけでやること一緒じゃゃんっってなっちゃうよねでもこれやること一緒なんだけどその決定的に違うことが1個あってさっきも言ったけど譲渡をしてるっていう時点でまあ中の人が中の人っていうかその運営さんが全然変わっちゃってるわけよね名前は一緒だけど。 でその前の,そのカマジの創始者の人はその勉強本当に、まあ、のいい、うん、どういう意味とりあえずだ本当にたただだの勉強不足だったと思うよだから何にもわからないのになんか雰囲気でとりあえずやりたいっていう気持ちだけで済んじゃったからああなったっていうのが、まあ、結論だと思うんやけど今やってるやつはそれを引き継いでなんかそいつがそうだったからそいつが勉強不足だったから 俺も勉強不足のふりをして悪いことをしてやろう。っていう確信犯なんよね。今今のやつはだから、その辺が全然違うよ。だからやってることは同じ。でも、その裏の悪意はもう桁違いなんよね。うん、だからまあ、それはそれとして。まあそのアコギなことをしてるかどうかは別として、その av チューバー専門事務所として振り切って。俺 しも昨日だったかおとといだったかも言ったようにエロは絶対錆びない腐らないコンテンツだからそっちに舵を切ること自体は間違ってないよねそれはそれで間違ってないんだからでしかももうそこまで振り切って今までそのアイドル路線で普通になんかやってたのを急に AV チューバーでセックスまでやりますとかっていうのはある意味俺は振り切ってて好きなんよそ,れそこまで振り切ること自体は好きなんよなんだけど その注目されてる時にずさんな部分が目立ちすぎてるからうんこれだとその悪いふうに注目はされてもそのマネタイズはできないんじゃないかなっていうそのいい意味の炎上にはならない炎上商法ってそれが金になるから意味があるのよ結局ね炎上商法って炎上してボロクサスに叩かれたとしてもそれが。 その広告収入になったり再生数につながったりとかするからそれが金になるんだけどここまでネガティブなことをしたら多分そのヘイトが向いてしまうんでまあ当たり前だけどねそしたらそのヘイトを向けた相手に金を稼がせたくないっていう思考が働くから多分チャンネル登録もしないだろうし再生もしないっていうことでそっぽを向かれてしまうよね。まあ一部のそのそ 荒探しのために見てやろうってやつは見てくれるかもしれないけどそれ以外のやつが見れないし何よりかわいそうなのはこれで a v チューバーこっからデビュー空間地からデビューしますってなった女の子たちがその叩かれてしまう悪くないのにねその人たちはただ単にその参加して頑張ろうって思って入っただけの純粋なその a v チューバーになった女の子が叩かれてしまう可能性もあるしぶっちゃけ。だから うんまあどうなるんか分からんけどねちょっと今後に注目するしかないよねこれに関して俺も一応な何度かその AV チューバーについて話したからうんまあちょっと動向を、ね、追っていきたいなと思ってます。はいそんな感じで楽でスしたバーイ